近隣町村、すごい素晴らしい花火大会ある中で、やっぱり富良野だけないっていう寂しさというのもありますし、で、子どもたち大人になった時に、思い出作りっていうか、いう郷土愛みたいなものを芽生えてくれればなっていうところから始めました。テンポも早めに花火が次々と空に打ち上がります。昨年本当に、皆様から良かったよという声いろいろ、いただいて、本当に今年その声が力になったっていうのがあります。で、その中で、安全面も含めて、実行委員会特にその辺は準備をしながら、今年、2回目さらに盛り上げるようにということで、開催させていただきました。で、ちょっと天候がすごく心配だったんですけども、ついてたという一言に尽きるかもしれませんけど、非常にいい、花火大会できたかなと思います。関係機関の皆様方にはですね、特に問題なく良かったという話は聞かせていただいているので、また時間かけながら市民の皆さんの声も聞いて、来年につなげていきたいなというふうに思ってます。